Wi-Fi 情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんに役立つ情報を。ベイの Wi-Fi 情報教育。はい、こんにちは、ベイです。昨今ではもはや水道、電気、ガスに次ぐ重要なライフラインとなった Wi-Fi について本日もお話ししていきます。今回はポケモバクラウド 100GB 変更についてお話しいたします。サクッとこれまでのあらすじ。2020年3月18日通信障害が発生したドナトキの Wi-Fi、 そのまま使い放題を廃止し、毎月 25GB 制限に強制プラン変更。ついに総務省も行政指導を始めた Wi-Fi 業界。無制限使い放題って言ってる26社を調べてランキングを作成しても、どの会社も壊滅状態。今回は無制限から転生したあの Wi-Fi をご紹介ということで、 Wi-Fi ニュースの時間です。本日のラインナップはこちら。1. ポケモバクラウド 100GB 変更。 2. みんなの Wi-Fi 状況 Twitter& ごちゃんまとめ。それでは行ってみましょう。 1. ポケモバクラウド 100GB 変更。3250円は確かに安いけど、2年縛りありで解約金1万8000円のポケモバクラウド。古き良き無制限使い放題 Wi-Fi の典型ですね。2020年7月31日をもちまして新規お申し込みを受付停止しましたが、姿を変えて再登場いたしました。ドン。月額 100GB プラン登場。月額料金3250円。ポケモバクラウド。今までは無制限と歌っていましたが、値段は据え置きで 100GB 制限となりました。初期事務手数料は3000円で、相変わらず2年縛りですが、解約金は4500円と、今までの1万8000円から 75% オフ。自分も使っているし、ユーザーも多いであろう富士 Wi-Fi は、1年後に返してもらえる5000円を最初に払うデポ込みコース適用で 100GB 3400円。ポケモバの方が月額150円安いというメリットはありますね。ポケモバのデメリットは自動で2年縛り更新なので、解約金は24ヶ月目でのみしか0円じゃないので、ほぼ4500円かかるというところ。あとはユーザーが少ないので、あるのはボットのツイートかアフィ記事のみで、全然ネットの情報が手に入らないのと、ポケモバってポケモンのゲームの名前が被ってて、さらに検索の精度が下がってるのと、クラウドシムなので、最近の傾向だと物理シムより安定性は悪いんじゃないかってところでしょうか。あとは、前思ってたんだけど、失礼なので言わなかったけど、ウェブサイトだせーと思ってましたが、今は普通な感じになった気がします。以上の点を踏まえてご検討くださいませ。2. みんなの Wi-Fi 状況 Twitter& ごちゃんまとめ。Wi-Fi の情報を正しく掴むには、お金もらす宣伝している YouTuber やボットツイートの情報ではなく、何の利害関係もなく情報発信している一般ユーザー。みんなの Wi-Fi 状況をさらっとまとめ。真実だと思われるものや面白いものを選別はしていますが、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しい。らしいのでお気をつけよう。情報源はツイッターとごちゃん。どんな時も Wi-Fi 保証ちゃんと返ってきてない人いっぱいいますね。それでは行ってみましょう。まずはツイッタードン。どんな時も Wi-Fi を2台契約してて、2、3、4月の通信障害の返金する件。5月から返金申請して、申請間違いして返金が2ヶ月先延び。そして間違えてるところを修正したら、また間違えてる言われて2ヶ月先延ばし、どこが間違えてるか聞いたら不明らしい。アホか。ドナトキュン Wi-Fi は深夜全然繋がらないんだよな。ドナトキュン Wi-Fi 最近よく切れる。富士 Wi-Fi のがいいって書いてあるサイト、30ギガが小容量とか言ってるか。ピタッと Wi-Fi でよくね。欲張り Wi-Fi が死んだので楽天アンリミットに乗り換え。しかし松原市は楽天回線マップに入っているエリアでもパートナー回線頻発。まあこれからってサービスだし、1年は無料だからサブのサブとして見とく。それまでのつなぎとして富士 Wi-Fi の 100GB 契約してみた。シム届くまでは何とも言えんな。さ、 Wi-Fi ちょっと前に契約して遅くなった時に解約してないから、こいつは遅くなっても解約しないって舐められてるのかな。ドスコイ Wi-Fi、 ザ Wi-Fi 遅すぎる。 1Mbps も出てないんだけど。現場からは以上です。ザ Wi-Fi もいつまでも制限してる感じ。続いてごちゃんのドタンの時の続いてごちゃんのどんな時の Wi-Fi スレッドから抜粋ドン。久々に激予想、 2M しか出んのだが。制限の対象というか条件はよくわからないよね。グッドラックも把握できてるかすら怪しい。調達元の企業に確認しないとわからなそう。米の Wi-Fi 情報局の中の人いいんだけど、みんなの声に必死さがちょっと足りないよ。米さんは複数回線持ってるから余裕なのかも。単回線で点滅のままの絶望感が声に全然乗ってない。現場からは以上です。僕の話題ですね、最後。
確かにどんな時の Wi-Fi 単回線じゃなくてメインは富士 Wi-Fi で、どんな時の Wi-Fi はあくまでバックアップなので、どんな時の Wi-Fi が点滅のままの絶望感が声に全然乗ってないですね。でも全てのコメントの感情をそのまま喋ったら多分相当怒りとか暗いトーンになっちゃうので、怖い色ぐらいは明るくいこうと思います。情報を楽しくが動画理念 なのでね。この情報を聞いて注意しつつ、まだ私はいい方なのかもってご利用ください。被害に遭ってる方はあなた一人じゃないから一緒に頑張りましょう。ということで最近の Wi-Fi ニュースをお届けいたしました。ポケモバクラウドが 100GB で再登場。最近の傾向としては各社 100GB に足並み揃えている感じですよね。価格帯は3200、300、400円ぐらいに集中してる感じ。初期事務手数料とか縛りとか解約金でちょっと違うけど、ほぼほぼ差別化できてませんよね。こうなるとその企業の信頼度が重要になるのかもしれん。ということで、いつも高評価コメントありがとうございます。動画を作るモチベーションになっております。引き続き Wi-Fi 業界の動向を確認考察し、情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんの役に立つ動画を作っていきたいと思います。今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。この動画が少しでもあなたのお役に立ちましたら、チャンネル登録高評価、あと最後まで見たよとだけでもコメントいただけると嬉しいので、よろしくお願いします。ではでは、今日もいい日になりますように。ベイでした。最後までご視聴ありがとうございました。ごちゃんに自分の話題が乗る日が来るとはすごいことですね。まあ、だからなん、楽しくやっていきたいと思います。